でも新しい方もやばそうだけどね。日本ブラック企業ベスト10に選ばれた新潟市民病院。給料未払いで毎日十何時間とか20時間とか働かせて、でその子が自殺したっていう看護師が。暑いな、上に行くほど暑いね。うん、すごいな。これ乗ってみる？うん、小川純子。仕事責任者。うん、火つけるか。現在4時43分。やっと出ました。そうですね、もちろん全部見てからですが。全部見てから。で、いくらあるんだよ。まだ5時前だもん。まあ、あと20分くらいは。せっかくここまで来たんだし。